手拍子打つね私。ちょっとリズムがあれかもしれんけど。ここぞとばかりのマヨネーズ、どういうこと？皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2022年6月27日、月曜日の午前11時26分です。では本日のお知らせです。まずは条例のお知らせです。この度、アイラトーンに島の中だけで有効な生活のルール、条例を定める局がおりました。え、マジで？あの 3DS のやつと一緒ってこと？飛び回りの時と。え、絶対綺麗なやつにしとくよね。ゴキブリは来たくないもん。え、なんかすでに湧いてそうやけど。条例によって島民の暮らしをより良い方向へと導くことができれば、島のさらなる発展が期待できますね。眠らない街もあれなんやけどね。条例の制定はアイラ島の未来を左右する重要な決定ですので、どのような条例を定めるかは、島民代表であるアイナさんに判断をお任せすることにします。アイナさんは島民の皆さんが暮らしやすくなる条例の制定をお願いしますね。条例に関してご相談がある場合は、アイナ島案内所の窓口までよろしくお願いいたします。ほうほう。続いて、新しいツアーのお知らせです。あのね、めちゃくちゃ久々にログインというか、ましたけんさ、すごいお知らせが溜まっとんやね。本日より移住者向けの新しい無人島ツアーとしてボートツアーがスタートします。無人島ツアー？飛行機のツアーとは一味違って、船の上で海の風を感じながら無人島旅行が楽しめますよ。無人島旅行ツアー？あの、カッペイさんのやつみたいな感じ？飛び盛りの。このツアーでしか行けない島々では、珍しい埋蔵物や DIY の材料が見つかることがあるんだとか。ほう。埋蔵物ってなんだ？1日1回マイルで参加できますので、希望される方は島の桟橋にいる船頭さんに声をかけてくださいね。島の桟橋に船頭さん？カッペイさんやってきた？もしかして。ついに？それでは本日も楽しい一日になりますように。まあ、主なお知らせはその2つって感じかな。かわいい。うわぁ、ボッサボサやばいね。あ、整えてくれた。あ、帽子もかぶってくれた。すごいなんか、嵐みたいな感じやけど。スマホが鳴っている。もしもし、こちらはパニールだよ。突然電話しちゃってすまないね。今年もリサさんとカイゾウさんからウェディングフォトの撮影を頼まれてね。あ、そっか、しかしもう終わりかけやけど。また君に協力してほしいんだ。急な話ですまないんだが、私の島へ来てもらえないかな。誰か歩き寄る。モニカじゃないあれ。それじゃあよろしく頼んだよ。あ、てかちゃんと、え、綺麗なまま、花も残っとるし、良きじゃね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃくちゃ久々に、集まりを開いたよ。え、どれぐらいぶり？あの、感覚的にはもう1年ぐらい経ったんやけど、何あれ。1年も経ってないんかな？わからん。ただ、あの、大型アップデートの前からもう多分開いてなかったと思う。あ、なんかこんなんしよったような気がするな。カーニバルのやつか。あ、そうよね。島の外にも家具がいっぱい置けるようになった、みたいな。それ、はるか昔の話？えへ。いや、もう、久々すぎて嬉しいよ。おさいさん。何？出て行こうとかやめてね、ビアンカ。あら、アイナさん。気づかなくてごめんなさい。ちょっと考え事してたの。あのね、アイナさんは私がこの島から出ていくって言ったらどうする？いや、ダメ。思わせぶりなこと言ってごめんなさい。でも私迷ってるの。変化を求めるか安定を求めるか。あなたはどう思う？素敵ね。ここにいて。あら、あなた。私を引き止めるっていうの？うん、そうです。そうよね。必要としてくれる人がいるうちは、この島を出るべきじゃないわ。引っ越しの話はなし。あなたの答え、正直嬉しかったわ。話を聞いてくれてありがとね。素敵ね。さ、家の中にさ、なんかそんな雑草がいっぱい生えてるとかいうわけでもないんやね。じゃあ、条例きれいにせんでも別にいける大丈夫っぽい？家の中ゴキブリ湧いとったりするかな。ああ。湧いてた。ちょっと待って。たー。プチ。あ、これってさ、リビングだけじゃなくて他の部屋もなんやっけ？うわー、子供部屋にゴキブリ。待って、そっち行けねえんすよ。
あ、うーおー、いけん。ね、こっち来てくれるかな、ゴキブリ。いやー、でも来ないでいただきたい。あ、もしかしてゴキブリもそこから出られん感じ？ちょっと待って。あ、間違えた。てぃ。へぇ、オッケー。オッケー、オッケー。待って、どれがどれ？積み木のおもちゃ。アンチョビ？アンチョビが来たよ。遊ぼう。ちょっと待って。アイナくん、おーい、いるなら返事してーでし。待って、今行くどこにいるの？まだ入ってきてなかったのね。いきなりでびっくりしたーでし。もうなんかずかずかと中に入ってきたんかと思ったよ。よ、久々アンチョビ。突然ごめんね。急にアイラくんに会いたくなっちゃったんだ、でし。てかさ、みんな久々的な会話を全然してくれんねえけど、何？なんか私ずっといたの、もしかして。この島に。これお土産に持ってきたんだ。さくらんぼだよ。とっても美味しそうでしょう、でし。さくらんぼめっちゃいいやん。ありがとう。美味しくいただきますね。てかあれか、外に埋めた方がいいんか。さっきのね、もしかして誰か来とるときって、誰か来とるときって家具置けんかったっけ？え、アンチョビとか全然ついてこんのやけど。母のぬいぐるみか？ほら、置けん。くそ。え、こういうのってさ、一緒についてきてくれらんかった今まで。アイナくん、僕とゲームで遊ぶっていうのはどうかな、弟子。いいよ、いいよ。よーし、じゃあ、ハイアンドローで運試ししちゃおう。ルールの説明って聞きたいかな、弟子。いや、いいよ。正解できたらお祝いのプレゼントはテンガロンハットだよ。それじゃあ早速始めよっか。もう自分が何の服を持っとったんかも全然覚えてないな。まず最初の1枚をここから適当に引いて、はい、3でした。じゃあ続けてもう1枚引くね。よーし、引いたよ。それじゃあこのカードの数字は3よりも大きいか小さいかどっちでしょうか、弟子。こんなんでできよったっけ、吹き出し。大きい。さーて答えは？イエーイ、8でした。あったりー。それじゃあ約束通りテンガロンハットをどうぞ。ありがとう。じゃあちょっと今かぶろうか。うん、ドキドキして面白かった。また今度やろうね、弟子。ありがとうね、テンガロンハット。どう、いい感じ？すっかりお邪魔しちゃったね。お部屋もたっぷり見せてもらったし、そろそろ帰ろっかな、でし。全然見てないよ。なんなら玄関先で話しよるだけみたいな。じゃあね。引き止めはしない。今日はとっても楽しかったよ。それじゃあバイバイ、でし。違うんや、私はね、ゴキブリ退治をしたいんだ。ゴキブリ退治を。はぁ。これをさ、一部屋に一匹って決まっとる感じ？あ、潰しとった。よしよし。自分で自分の家を全く覚えて、なに？ゴキブリ復活したんですけど、2匹おったってこと？やめてよ。はぁ、ここにも、うわ、こんな可愛らしい部屋にも。もうなんかいつまでクリスマスみたいな感じやけど。まあいいや。あれはそういう飾りとして。2階とか何やったっけ？何部屋？なんかちゃんと作っとったっけ？あ、なるほどね。そっか。お父さんみたいな部屋やったんやっけ？おったー！えい。地下は地下。多分バーとかそんな感じにはしてないとは思うんやけど。お風呂だな。てい。微妙に大きさ違う？そんなことないかな。全部同じ大きさかな。地下がなんか悲しい、寂しい感じやね。ふう、家中のゴキブリ退治終了。あ、そっか、外めちゃくちゃ天気悪かったんよね。そういえばめちゃくちゃ天気悪かったんよね。それじゃあ、なんか桟橋にさ、船頭さんがって言ったけど、桟橋ってどこ？
こじゃないっぽいね。おさいさんやっほー。桟橋こっちの方にあったんやっけ。え、向こう側やった。こっちどっちかになんかあったよね。あれ向こうやった。あ、ここか。はぁ、カッペイさんカッペイさんめっちゃくつろいどるよ、こんな天気の中。え、大丈夫超カッコつけとるけど。ん？おめぇ、初めて会う顔だな。オラはカッペイだ。おめぇは、アイナさんか。へへ、洒落た名前だな。あれ？あ、そっか。最初の飛行機かなんかってカッペイさんじゃなかったんやっけ。今回は運転手は違った。オラはマイルで参加できるボートツアーのガイドを頼まれてこの島に来たんだべ。珍しい材料が手に入る島とか、オラの船でしか行けない島に連れて行ってやるべ。ツアーに来てるときはいつでもオラに声かけてくるんだ。やりたい。お、ツアーに来てんのか。そっか、前までさ、マイルがめちゃくちゃ溜まってしょうがないみたいな言った人がすごい多かったけん、マイルの使い道を増やしたってことやね。運賃は往復1000マイルだぞ。行きたい。 3DS ではこれがベルやったんかな。じゃあ1000マイル払ってくんろ。どうぞ。余裕であるので。よーし、早速出発するべ。準備すっからオラの船に乗ってくんろ。足元に気をつけてな。ぐっちゃぐちゃ。おー、歌うぞ歌うぞいいね。久々のカッペイさんの歌。いや、やっぱこれがないとねえ、あれはやっぱあれなの、リセットさんは復活しないんすかリセットさん。いや、いいねかわいい。大志を抱けよ、アイナ。はい。え、なにこれ。ね、手拍子打てる。へえ、すごい。手拍子打てるよ、なんか。かわいい。てか、旗のマークがさ、山なんやけど、ペってなっとるよね。パチ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 。これで反応変わったりするのかい。これ着いたべ。おめえ、オラのツアーは初めてだべ。うんうん。ま、飛行機で行けるツアーと注意事項は変わらねえから、説明しとくことは特にないべ。オラはここで待ってるから、道具が必要になったり、帰りたくなった時はいつでも声かけてくるの？あ、ミニゲームがあるとかじゃなくって、飛行機で行くツアーと同じように、ま、なんか、どこかしらの離島に飛ばされるってこと？で、自分の島では取れんものがあったりとか、そういうことか。え、なんかさ、埋蔵品がどうちゃらこうちゃらみたいなの言わなかった？あ、ここにもあるんすね。メッセージボトルは。拾ってくれてありがとう。昨日お家で DIY してたら材料間違えたみたいで、こんなものができちゃったんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。君も作ってくれたら嬉しいな。手作り大好き、アルベルトより。アルベルトって誰だ？オレンジのラグ。覚えてないやつだね。うんうん。オレンジのラグのレシピを覚えた。オレンジってのはみかんのことかい？色のことかい？いや、いいね。いいね、久々の集まり。もうここは特に何もなさぎなのでは。まあ、特にね、地面に思ったより飛んだな。地面に穴が開いてるとかいうわけでもなさそうやし、上の方になんかあったりするかな。はしご、はしご。よし。いや、上に上がっても、あ、もしかしてあれか、岩か？あれやね、金鉱石が出るとかそういうやつじゃない？違うかな。スコープ。よっしゃ、行くぜ。はぁ、あ。別に金鉱石は出てこないけど、お金も出てこないけど、壊れた。
れたよスコップ。ベルの出る島がよかったな。まあ、どんな島にたどり着くんか知らんけどさ。それでは、あ、そうよ、今スコップなくなったんよね。あ、そこに穴あるけど、スコップ借りてくるか。スコップ借りれるよね。カッペイさんや、どこだどこだ。そうよ、借りたやつ使えばよかったな。ね、自分のやつ壊さんでも。何のんびりしてんだ。ん？道具が欲しいです。道具が欲しいんだな。マイルと交換ってことになるべ。一個一個マイルを取っていくのか。はい、しょぼいスコップで。ちょ、しょぼいのやめてくれんかな。すぐ壊れそうやん。くっそ、こっちはどうだ。違うんすよ。はい、スコップ。くっそ、ここもベルじゃないんかーい。あくそ、なんてこったい。まあ、鉄鉱石はよく使うけんね。穴を掘りに行きたい私。はい、そこにはしご、はしごを。逆からやった方が早かったかな。そうでもない。うん、そうでもないね、別に。どっちもどっちって感じやね。ん？埴輪のかけらを掘り出した。埴輪、え、かけら？埴輪じゃなくて、かけら？今まで埴輪ってあったっけ？あつ森？ね、かけらって何？埴輪そのままではないの？埴輪のかけらってどうしたらいいんやろ？寄贈しに行けるんかな？いや、でも、前も埴輪自体寄贈はできんかったよね。なんなんやろ？どうすればいいんやろ？謎なんだが。これも新しいやつってことよね？その埴輪のかけら。他には別に穴とかもなさぎやし、何も落ちてないし。うん、なんもないね。帰ろう。帰ろ帰ろ。ヘイカッペイさん、帰ります。ん？帰りたいです。アイラ島に帰るんだな。忘れ物があっても取りに戻れねえぞ。大事なものを置き忘れたりしてねえか。オッケー、よーし、じゃあ帰るべ。オラの船に優しく乗ってくんろ。何種類ぐらいあるんかな、この離島。あ、そっか、帰りしも歌ってくれるんやね、行き帰りで。イエーイ。手拍子打つね、私。ちょっとリズムがあれかもしれんけど、ここぞとばかりのマヨネーズ、どういうこと？家に帰るまでが遠足だからな。ほう。つながりがよくわからんが。カッペイさんの歌も何種類ぐらいあるかな。パチ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 。とりあえず行きと帰りで歌違ったね、今回。そして相変わらずよくわからん歌詞。いや、いいんやけどね。おもろいけんいいっすけどね。私、自分の島の方には、あ、あった。ヘイ、メッセージボトル。また新しいやつかな。埴輪のかけらがすげえ気になんだけど。僕の知らない君へ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。よかったら君も作ってみてね。大発明家の保つより。保つは？あれか、ゴリラか。丸太の壁掛け時計。くっそ、覚えてた。まさかの覚えてるやつだった。
か DIY レシピはそんなに増えてないんかな。もうね、2個目で早速かぶったけど。いやいいな、このなんかバカンスに来てます感がめっちゃいいね。こんな天気やのに。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーね、今回カッペイさんの活躍ないんかなと思ったけど、ちゃんと歌付きで復活してくれてよかったね。リセットさんももっとがっつり出てくれたらあれやけど、まあないか。